林憲章は、新末民初の海軍軍人。北京政府では、海軍総長も務めた。字は、ゾ栄。坂別名は、術丹。1891年に、南京へ向かい、江南水師学堂第一期が師範で学ぶ。5年後に卒業し、実習を重ねた上で、海軍軍人として、正式に経歴を開始する。戦闘年間までには、 宿合魚ライトへ管理隊、海軍副産業の地位に昇進した。侵害革命が勃発すると、革命派鎮圧のために、林憲章も武漢に向かう。しかし、新朝陸軍が関与で軍民問わず残虐な鎮圧を行っているのを目の当たりにした林は激怒し、上海で革命派に抗う、決起した。林は南深市という官邸に乗船し、 新朝の軍勢を相手に優先した。中華民国成立後の1913年1月、海軍中高区組を授与される。8月には上皇に昇進した。1917年8月、巡洋艦、海洋艦長に任命されている。対独戦線を行い協商国に加盟した後の北京政府は10月革命によりソビエト政権が誕生したロシアに対して、 海軍を派遣することを決定する。1918年8月、林憲章は海洋を率いて、ウラジオストクに向かい、中国中遠海州海軍大将ところを設立し、他の協商国軍に合流した。ドイツ敗戦後の翌年に、対価なく軍事行動を終了して帰国している。1921年1月、第一艦隊代理司令に就任した。 日本の河原海軍少将に、林憲章が送った写真北京政府内部の清掃では、両大取氏と同郷の友人であったことなどもあり、林憲章は暗記派に属していた。1922年、第一次、笹口寺戦争が勃発すると、直霊派の第二艦隊司令モリスズは、直霊派として参戦することを主張したが、林は中立を主張した。しかし、 森が直霊派として奉天派撃派に貢献すると、林は失脚してしまった。翌年4月、林憲章は、安岐派の石膏特軍路営省からの資金援助を受けて再起を図る。まず、給料地配に行き通る海軍士官たちを強さし、これにより、海軍の一部を北京政府から独立させた。そして林は、上海に海軍領衆所と呼ばれる機関を設置し、 海軍土体を結成したのである。林はさらに買収構成を北京政府側に仕掛け、一部官邸を味方に引き込んでいる。しかし、1924年からの公設戦争で路が敗北してしまったため、林の下にあった海軍は次々と北京政府に回帰し、林も下付けに追い込まれた。同年十月に段気髄が復権して臨時失勢となると、林憲章は、 翌月にその下で海軍総長に任命され、海軍統率の権限を手中に収めた。しかし1926年1月、巨星へ内閣で森鈴景が代理海軍総長として復権し、林は再びゲアに追い込まれた。後に国民政府から海軍武高等顧問として招兵されたこともあったが、基本的に政界からは引退している。日中戦争勃発後は、 林憲章は日本占領地域に留まる。両大取り調から南京国民政府海軍総長就任を持ちかけられたことがあったが、林はあくまでこれを拒絶した。1940年6月14日、病没、去年67、ありがとうございます。